はい、こちらね、沼津港です。そこがね、観光バスの乗降場所。で、そっちにね、富士山が見えてます。はい、終わりです。毎回ね、火曜日で休みだったので中見れなかったんですけど、今日はね、月曜日なので新鮮館がやってるので、ちょっと中にどんな店があるのかね、見ていきます。港新鮮館、今連休最終日ということでね、猿回しやってて、どうもどうも、大統領か、いきなりおかしいだろ、こうやって謝るやつ見えだろ。で、中にはね、お店がたくさん入ってます。休憩所もあるし、こんな感じでお店がいっぱいあります。お手洗いはね、一番奥です。あ、こうか。じゃあ見ていきましょうか。そこインフォメーションで、ここね、港食堂、ここで金目のなんだ、特上金目干物定食食べました。今美味しかったね。これで1320円はお得だと思いますね。シラスもついてたし、これ港食堂入ってすぐのところ、これシーラカンスのなんかアイスモナカのお店、これ港食堂で、ここはね、販売だけですね。で、こっちがアジアさんで、ここはご飯食べれる、アジ丼、鉄火丼、海鮮丼とか。で、こっちの千両屋もメニューがいっぱい、天丼とか、たくさん。うちのお客様が食べてる。で、お茶屋さん、で、こっちはわさび屋さんで、こっちは丸館海鮮丼屋さん、海鮮丼のお店で、こっちは干物屋さん、これはなんか丸館さんのイートインスペースで、こっち武田丸っていう、ここ結構大きななんかお店ですね。お土産持ってるし、ご飯も食べれるしって感じ。こっちも干物の販売だけですね。これなんかエビせんべいの店、エビ店。ここの武田丸さんは結構メニュー多いですね。ここ一番端で、この先にトイレがあるという感じ。はい、ということで、こちらがね、沼津の港新鮮館でした。バスの乗降場所そこなんで、時間ないときはね、ささっとご飯食べれて、トイレも利用できるんでありがたいですね。で、向こうがビューを、100円でね、上に上がることできます。30メートルのところにね、展望台があります。行く場合は港口公園っていう公園がそこにあるので、向こう行ってぎゅーっと行って上がる、まあ、5分ぐらいです。はい、イメージできましたでしょうか。